でも一回炎上してた方がノリには乗れるよ、配信者。そうだから炎上はね大事なのかなってやっぱ思う。やっぱ良くも悪くも認知度が上がるからね。ハリケンはどうして炎上もしないのに最低なやつなの？おめえだよ。おめえがバンされてそのまますっていなくなるって思ったらよ、おめえ最後にクソでけえ爆弾落としていなくなりやがってよ、てめえ。なんだあの騙されないでほしいっていう最後の遺書みたいな文章。なんであんな遺書みたいな文章の中でも俺のことをあんなに落とすんだよ、お前は。あの日からずっとアリケン最低だなって言われるよ。よく言われるよ。本当にアリケンさんって最低なんですかって。そうだよ、ずっと最低最低って言われてたよ。まあでも逆に良かったかもしれない。俺一回好感度狙ってたらバカみたいに炎上したことあるし、最低って言われてるぐらいの方がちょうどいいんだよね、やっぱね。プッサンね、プッサンもあれでしょ、タバコとかお酒とか吸ったり飲んだりしてんのがバレた時用のためにちょっといつも匂わせてるんでしょ、アイコスとか。俺知ってるよプッサン。ちなみにプッサン格ゲーやると進むよ。人間界の言葉は難しい。俺さ、シンジ、YouTube で配信ずーっとしてる頃にさ、3ヶ月バンクらってさ、俺もマジで鬱になったのよ。その自分のチャンネルが開けないのってすっげー悪いよな、体に。俺マジでその時、本当に落ち込んだんだよな。チャンネル成長が右肩上がりだと余計にきつい。シンジ！俺もその時、これ言ったらあれだけど、コロナが流行り始めて、Apex の配信者、ボーン！フォートナイトの配信者、ボン！お、俺もエーペックス、フォートナイト、行くぜ、行くぜ、行くぜってなってる時に、パーン行かれたから、俺。もう周りはさ、もうみんな自粛自粛でさ、学校とかもさ、自粛自粛で、もうフォートナイトの実況者も再生数どんどん伸びてるし、エーペックス配信者もどん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 出てきて、配信はこれからだみたいな。言ったらさ、配信がこんだけ盛り上がった理由ってのはさ、ま、一個の時代の流れもあるけど、結構コロナがあったってのがでかいと思うんだよ。で、そのタイミングでバンされて、しんどいのがやっぱ自分ができないのに、周りのみんなが楽しそうにしてるっての、すっげえきついの。本当に。で、その時にバンされてね、もう終わったって思ったね、俺の人生。だって毎日やってることがさ、なくなるんだぜ、いきなり。毎日5、6時間配信してるのがなくなってさ、次の日から虚無が襲ってくんだよ。いや、やばい。本当に、あれはね、バンされたことがないとマジでわかんないと思う。っていうのを加味してシンジのことを考えると、マジで苦しいだろうなって思うわ。いや、地獄だと思うよ。俺だってね、俺3日間ネットに浮上しなかったからね、俺。で、その間何してたと思う？ずっと泣いてた。ベッドの中で。なんで俺だけ。寝込んで泣いてた、ずっと。マジ飯も、飯マジ通らんかったよ。アリケン 50m 走何秒？ 12、3 秒ぐらいだね。走ったら足折れるだろ。まあそうだね。中学校2年生の中3の時の体育祭の時は学年リレーでアンカー走っただけで足折れたよ。うちのクラス死ぬほど遅くて、あのもう2周遅れとかになるんだよ。で、理由があるんだよ、ちゃんと。うちのクラスが遅い理由が、デブが3人いるんだよ、なぜか。でもクラス対抗リレー予行練習で走ったらもう2周半、もう終わりじゃん。2周半だよ。みんながゴールした後に1周2周でアンカーが走んないといけないんだよ。で、もう絶対に勝てないから、うちの先生がもう分かった、じゃあ3年6組はネタで行こう言い出して、アリケン、俺もう中学校からこんな感じだったからさ、アリケン、お前が最後オチを作ってこいに言われて、俺も、はい、わかりましたって言って、オチやったんだけど、本番じゃないからね、予行練習で、クラス対抗リレーは一回流しでやってみましょうってのがあって、でもみんなガチなわけよ、やっぱ、競争だから。6クラスあったんだけど、ガチなわけよ。で、まあこうやっていくわけ、もうそしたらもう本当に、俺以外のデブ2人で、1周差つけられて、2周差やっぱそこでつけられるわけよ。もうデブが舐めてんの、もう走ってないのよ、もう。みたいな。あ、じゃあ走ってて。もうそれで一生差つけられて。で、2周差してるもんだから、アンカーの俺にバトンが届く時って、もういないの、トラックに人が走ってないのね。超恥ずい。
ずいやそんなん。でも中学校の頃の俺はうめえ、おいしい、これは目立つチャンスだって思って、任せてください、行くぞーとか言って、うわーって走り出すわけよ。でバーって走り出して半分ぐらいまで行ったカーブに差し掛かった瞬間、ミシャッ、聞こえてくるわけ、自分の右膝から体験したことのない感触と音が、ミシャボキーとかじゃなくてミチャみたいな音がしたので、そのままズドンズドンドコドコドコーンって、もうアニメバリに吹っ飛んでいって、やっぱ最高速度で止まれないから、やっぱデブだからドコ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 ーンってなると、もうすりむきまくって、で俺の先生はその時俺が受けを狙ってこけたんだと思ったんだって、わざと。でうちの先生も結構ノリノリな面白い先生で、あの俺のところに駆け寄ってきて、頑張れハリケーン、お前ならいけるみたいな茶番をしだしたのね。でも本当に痛くて、俺右膝がうんうんうんってなってるの俺。でも先生は頑張れ、お前だったらいけるみたいなこと言って、もう走るしかない状況になって、もうひょこひょこなりながら俺頑張って走ったので、もうみんな笑ってるわけよ、みたいな。で普通そのまま団のテントに戻っていったらヒーローになれたのに、俺そのまま保健室めがけて走っていったからね、俺帰らずに。